サラデルレーこと本名、サラーマートは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー。カリフォルニア州、マーティネズ出身。セーラデルレーとも表記される。かつての主戦場は、ラローそしてシマーであった。オールプロレスリングでデビューした後に、アルシオンのトライアウトを受けるも、解散して、エイタスに変わったためそのエイタスにルフィストと共に来日。 帰国後、プロレスリングアイアンに所属し、2005年2月には、イスワ王座をアドレナリンからダッシュ。同年3月には、再来日して、解散直前の全日本女子プロレスにも参戦、エイタスにも再び参戦した。メキシコでも覆面をかぶり、アメリカンエンジルを名乗って活動。ただし2005年12月の LLF では、素顔で戦った。同年肌上げされたシマーには、 第一回より常連として参戦している。2006年より、チカラ、ローさらに2009年よりジャポにも参戦。2011年、6年ぶりの来日を果たし、ーナ女子プロレス参戦。ミアイムと組んで、ーナ世界卓王座決定トーナメントに出場も、敗退。9月25日に、ホッタユミコと8年ぶりに一騎打ちを行うが敗戦。2012年7月9日、 WWE とディベロップメンタル契約を締結。9月28日から参加団体である NXT のディーバトレーナーとして活動している。憧れの選手にアジャコングを挙げている。ありがとうございます。